綺麗。夏だな。夏だな。むいちゃん、花火始まりました。むいちゃん、バタデカキ、タンデカキ、飛行機のがテンション高いじゃん。タンデカキ、むいちゃん、見て見て、見なよ見なよ見なよ、なんで回るんだそう、ほら、ムニオの夏だよ、ムニオの夏。野生動物だな、なんかもう動きが完全に。モーニモーニモーニオ、こんばんは。こんばんは。今日は何ですか？今日は明治神宮前の花火大会に来ました。明治神宮前、ここ明治神宮前か。あれれれれ、違うんですよ。ここどこ？ここはとあるビルの屋上です。ビルの屋上。ビルの屋上で何すんの？花火鑑賞します。おー、贅沢だね。ビルの上で花火見るの？子供を連れて花火行きたいじゃん。あー、行きたい。人混みが多かったら子供潰されちゃって。潰される？いや、本当に。まあまあ、わかるよ。あったの昔。私神戸地元なんだけれど、明石の大きな花火大会があって、立教で人が集まりすぎて子供が潰されて死んじゃった。ああ、やだね。そう、そんな悲劇とか惨事とかも起きちゃうかもしれないから、人混みのところにあんまり連れてきたくないなっていうのが。海外でもね、韓国とかでもやばい事件あったもんね。そうでしょう。でも見せたいじゃん、感動させたいじゃん。そうだね。そしたらね、偉いお友達がビルの屋上で見よう。めちゃめちゃいいじゃん。感動させたいね、ムニちゃんをね。うん、感動させたい。あれ？感動、感動寝てる。なんか気持ちよさそうだね。気持ちよさそうに寝てる。これ感動する準備できてるか？腕枕やん、自分でこれさ、ワンちゃん花火上がった爆発音で泣くんじゃない？やばい、怖い怖いっていうかもね。怖い怖い、うちうちっていう。とりあえず飲みますわ。よし、今日はね、忙しい。うおいっぱいあるから大丈夫だよ。スーパードライ朝日、生ジョッキ缶のいいところが全部なくなりました。なんでこうなる？あ、さっき落としたからだよ。あれか、台無しだな。さっきムニママが落としたからでしょ。ごめんね全然美味しくない。怒ってる怒ってる、ごめんね。あ、もう炭酸抜けたコーラと一緒。俺は怒ってるよ。怒ってる。ムニママにはめられた。ドッキリでした。ドッキリじゃねえから完全に食らってるからもうなんかあんの？これキンキン冷えたビール5本出てくるとかあんの？じゃあ、 あ、でもね、あっちにね、ビールあるよ、冷えたビールが。じゃあそれ取ってきてくれる？はい。モーニモーニモーニオ、どうしたの？いや、さっきさ、悪いことしちゃったからさ。あ、ビール？ほら、お、レモンサワー買ってきたよ。お、買ってきてくれたの？好きでしょ。あ、ありがとう。あ、もうムニママ許します。ありがとう、ね、ありがとう、ありがとう、はい、ありがとう。じゃあいただきますね。このレモンサワー美味しいんだよね。え、美味しそうだよね、うん、あれ、ファンだけどな。あれ、あー、美味しい。ドッキリ大失敗。どういうこと？いや、さっきさ、めっちゃ振ったんだよね、私。これを？うん、面白い、面白いじゃん。いやいやいや、これもブシャってやろうとしたの。うんうん、ひどいだろそれはさすが。いや、俺も足びちゃびちゃでやんの。濡れてるから同じやん。え、なに、これ振ったってこと？めっちゃ振った。え、でも全然大丈夫だよ。これ間違ってるよ、ちょっと振ってみる、ちょっと振ってみるさ。え、ダメだから、いや、もう開けてっから開けてっから単純にこぼれるからいや、なんでそんな意地悪すんの今日何？俺今日朝からムニママの絵の個展手伝って、うん、6時半に起きて。え、なんで？ひどさ、驚いてる顔が可愛いから視聴者の皆さんどう思います？ご意見感想はコメント欄まで大炎上、炎上させてください。もうムニママひどい、こんな優しいムニママにこんなことするなんてっていうコメント待ってますなあムニオ、何撮ってんだよ。いや、なんか悪いことしたな。また炭酸買ってくるわ。もうええわやめさせてもらうわよかったね、これ美味しくて。美味しい。なんじゃつまんねえなもうそろそろ花火始まるかな。モーニモーニモーニオ。いや、もうすっかり暗くなってきたね。でもさ、花火見ながらやっぱ草だけ飲みたいじゃん。飲みたい。もうなくなっちゃった。飲みたいよね。もうなくなっちゃった。なくなっちゃったよね。っていうところで、私さっきコンビニでじゃん、
買ってきました、うん、さっきと一緒や一緒ね。ありがとう。いえいえ、さっきのリベンジ。うん、これ大丈夫？いや、ちょっとやってみてよ。いや、ちょっと大丈夫？振ってない、振ってない。いや、それはまあいいよ、俺ももういいよ、もう開けるよ。振ってないでしょ、さすがに。さすがに振ってないよね。じゃあ行きます。くさ、くそ、あれでもないよ。あれ振ってんだけどな。あー、いいですね。いただきます。キンキンに冷えてやがる。大事ですよ。私もキンキンに冷えてやがる、やりたい。あ、ムニママも買ったの？これだよ。買い珍しいの、お酒？うん、ノンアル晩酌。あ、ノンアルコールレモンサワーってやつですか。うん、おお、まあ、気分だけは味わいたいもんね。よし、いくぞ。まあ、ムニママ自分で買ったからな。もうそうなるよな、大丈夫だよな。困んないね。いや、そこはキンキンに冷えてやがるだろ。そこはキンキンに冷えてやがる。遅いわ。たまにはこういうのもいいですね。うん、ムニオくんは寝てます。起きない。あ、やっぱりね、人混みにまみれると大変だから。いや、めちゃめちゃいいよね。今下界がどうなってるか分かんないけど。下界って言うな、下界って言うな。天竜人みたいなこと言うな。友達に誘っていただいてるのにな。本当だよ。自分がすごいわけじゃないのに。そうだよ、友達だ、すごいのは。あの、大体大先輩です。モーニモーニモーニオ。ムニちゃん、花火。ムニちゃん、電車じゃない。ムニちゃん、花火始まりました。ムニちゃん、わあ、綺麗。いや、夏だな。夏だね。あ、起きたの？君起きたの？花火どうですか？ムニちゃん、どう？初めての花火じゃない？え？何事？反応薄い。ムニちゃん、花火、わあ、すごいすごい、パチ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 。うわ、すごい。うわ、キラキラ。すごいね、ムニちゃん、花火綺麗だね。ムニちゃん、生まれて初めての花火大会だよ。綺麗だね。わ、緑、赤。うわ、すごい、赤。ムニちゃん、綺麗だね。混乱してるね。混乱だね。うわ、綺麗。夏を満喫できてるって感じだね。ちょっと涼しいし。ね、なんかね、心なしか涼しいね。夏の夜って感じだね。うわ、綺麗。いや、綺麗。みんちゃん、すごいね。なんか視聴者の皆さんでね、花火大会今年見れてないって方にね、ちょっとでもこれで花火楽しんでもらえたらいいね。何？花火っていうの。花火。2歳です。そうです、そうです。これキラキラ。キラキラだ。キラキラだよ。よかった、ムニちゃん楽しそうだね。うん、ムニちゃん楽しそう。よかったよかった。パパはそれだけで満足だ。じゃあ。うわー、すごい。すごいな。思ったよりすごい花火大会だな。綺麗かったね。感動したかな。綺麗。綺麗だね。キラキラ。キラキラ。綺麗。綺麗。キラキラ。赤い。わあ、綺麗。綺麗。綺麗だね。どこにシュシュポポが見えてるのかな。シュシュポポはいないな。新幹線どこにいるの。大海。大海どこにいるの。知ってる単語言ってるでしょ、今興奮して。車だ。車、これあれも。すごい。あれも車なの。ほら、キラキラ。わあ、すごいね。うん、すごいね、ムニちゃん。わった、わった。楽しそうだね、よかったね。楽しそう。ムニちゃん、楽しいですか？飛行機の方が好き。あ、飛行機ね、多分ね、デートでね、飛行機乗ってる人たちいっぱいいるね。そうだな、ムニにはまだ早いよ。俺もいつか乗るって。やめて、なんかちょっと嫌だ。ママと一緒乗ろうか。女の子をくどくって。ママじゃないな、じゃあな。キラキラ見な。すごいね。わー、すごいね。ムニちゃん、今の何？キラキラ。怖い。怖いの？え？なんで？怖い。キラキラ。怖い。怖いの？あ、ムニちゃん、飛行機いるよ。わー、飛行機。飛行機。飛行機の方がテンション高いじゃん。飛行機。飛行機。あ、飛んでるカーキ。行っちゃった。行っちゃった。飛んでるカーキ。キラキラだ。わー、すごい。キラキラ。
た。キラキラ言っちゃって。みんちゃん楽しい？これキラキラ。キラキラだね。わ、飛行機。飛行機飛んでるね。あ、見て見て。あ、すごい。カイくん。すごい赤キラキラ。わあ。あったあった。わあすごい。わ赤キラキラ。わあすごい。わあすごい。わあ。キラキラ。すごい。キラキラキラ。わあラストスパートだ、ラストスパート。ラストがね。わあすごいすごい。すごい。イエーイ。あっぱれー、万歳万歳、イエーイ、やるじゃねえか、明治神宮。キラキラだったな。すごいね。みんちゃん、バイバイ。キラキラここ。おしまい。キラキラここ。キラキラどこ？みんちゃん、楽しかったね。よかったね、花火。お家でも花火しようね。楽しそうだったね。もーにもーにもーにを。みんちゃん、ちょっと虫よけね。キラキラで遊ぶ人。虫よけね。さっきね、ムニちゃんと二人でも遊んでたんだけどね。うん、ママ洗い物してました。ムニちゃん見て、ほら、たくさんのキラキラ。プレイヤーの人、ムニちゃん行くよ。ムニちゃん見て、うわー、キラキラついた。キラ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 。ムニちゃん熱いよ。キラキラ、これが映っても意味ないだろ。うん、なあ、あの需要もない動画撮れてますよ、今。ムニちゃん、ほら、キラキラのとこ行っておいで。キラ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 。今はもうキラキラじゃないよ。ムニちゃん、パパのとこ行ってあげて。ほら、需要がない動画になってるから。早くやめろやめろ。行くぞムニオ。おーっと、うわー、逃げた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 。怖い。キャ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 。終わっちゃった。怖がりだな。ムニちゃん、キラキラ好きじゃん。ちゃんとこのプリンを守ってる。えらいね。安泰の男、安泰の男。本当か。キラキラ綺麗だね。これ花火っていうの。花火花火バイバイすんだ。欲しいの？まだちょっと早いかな。ムニちゃん、線香花火って言うんだよ。触らそう。すんごいわ。キラ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 。うわ、見て見て、キラ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 。うわー、すごい。うわー、すごいね。これ一緒に持ってんの？むいちゃん、2本連続。うわー、走ってる走ってる走ってる。なんで花火見ないの？花火の周りを走るんだ。なんか、どっかの野生動物みたいだな。うわー、来た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 。野生動物。野生動物。すごい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 。花火の周りを回りたいんだ。謎だ。安心だな。楽しんではいい。花火大会もいいけど、お家の花火もいいよな。うわ、来た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 。ミニちゃん、見て見て、見なよ見なよ。見なよ。なんで回る。青春といえば花火。そう。ほら、ムニオの夏だよ、ムニオの夏。野生動物。野生動物だな、なんかもう動きが完全に。ヨシシとか火怖がってるらしい。でも怖がってるわけではないんだよな。楽しんでるんだけど。ママが怖がった。大丈夫？暑い？さっきまで洗い物してたんだ。花火しようって言って呼ばれちゃったの。ムニオが呼んだんだ、ママを。
うわ、むにちゃんすごい。こっち入れ、こっち入れ。うわ、すごい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 。むにちゃん、なんかなんかの儀式やってる人みたい。なんかの儀式の人みたい。むにちゃんどうしたの？落ちたい。落ちたい。落ちたいの？飽きちゃったの？おしまいは？あ、みま。むにちゃん、バイバイってして。みにゃん、バイバイ。あー、ありがとう。花火大好きだね。楽しかったね。もーにもーにもーにを。むにちゃん上行く？何にする？むにちゃんなんでハンプティダンプティみたいになってんの？すごいハイウエストだね。なんでそんなハイウエストなの？あれ？なんでそんな君ハイウエストなの？すっごいハイウエストだね君。めちゃめちゃハイウエスト。え？どなたですか？ウニママですけど。ウニママさんですか？はい。ああ。スキンケア中なんですね。ウニお風呂に入れるじゃないですか？はい。上がったと同時にこれペーって貼るんです。そっからずっとこれをつけてる。あ、でね、でね、最近ね、フォロワーさんから教えていただいたんだけどね、このシートマスクの上に100均で売ってるシートマスクカバーっちゅうのをつけたら家事しててもずれないらしい。それを探しに行ったの、キャンドゥに。キャンドゥに売ってなかった。もっとでかいとこ行かなきゃいけないな。キャンドゥに売ってるんだけど、でかいキャンドゥにしか売ってないのか。多分ちょっと私明日でかいキャンドゥに行ってくる。あ、でもシートマスクって3分くらいで外さないとダメよ。あ、そう、逆にね、肌の水分が乾いたマスクに吸収されちゃうからダメだから。うん、じゃあ3分で、5分で、私は5分。はい、では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。まだ撮ってたの？ありがとうございます。じゃあバイバイ。ハイウエストくん、はい、寝るよ。むに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 を。むにゅうくーん、むにゅうくーん、むにゅうくーん、むにゅうく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 ん。